日本のデコトラは最近めっきり少なくなってきたと思っていたのだが、場所によると案外と走っている場面に出会うことがある。あの一見してクレイジーだがユニークな風貌には持ち主の深い自動車愛を感じるほどであり、これは海外の人にも注目されるものであった。しかし以前に比べるとかなり数が減ってしまったデコトラだが、今でもデコトラにこだわっている人はおり、パーツを自作する人や販売しているお店も点在しているようだ。どのショップも特徴的で、お店の外観にも主張が感じられるものが多い。ではどうぞ。日本のデコトラへの海外の反応です。時々街中で見かけるみやびやかな装飾が施されたトラック、徐々に見かける機会が少なくなってる気もしますけど、とりわけ夜に走っているとかなり目を引きますよね。動画はオーストラリアの ABC 局がそのデコトラの運転手たちに取材したもののようです。それでは動画とその反応をご覧ください。海外の反応。俺の父ちゃんもトラックの運転手だけど、車は全部会社持ちだからカスタマイズできないんだって。韓国、20歳。いいね、すごくブリリアントだもん。基本的にさ、趣味なんて人それぞれだろ。ここで君の意見を言ったって仕方ないさ。誰かも君や君が愛する物事を悪く言えちゃうんだから。日本在住、素晴らしい。世界で見られる車へのデコレーションを鑑賞するのが大好きなんだ。世界を回しているのは変人たちっていうしね。国籍不明。ははは、あの小さな女の子がすでにトラックを持ってるのか。だけど残念なことに、彼女がそれを運転できる年になる頃にはトラック運転手はロボットに仕事を奪われてるだろうね。リベリア、26歳。これこそ日本だ。アメリカ、あの人たちは自分たちの仕事を愛し、家族との生活を楽しんでそう。9時から5時まで働く普通のサラリーマンとは違って。アメリカ、35歳。日本はデコるのが好きな人がいっぱいいる国だからね。こういうのはドラッグの運転手には最高だと思うよ。アメリカのドライバーもやってくれればいいのに。アメリカ、普通にかっこいいじゃん。アメリカ、23歳。これはアメリカじゃできねえわ。外に出した初日にアホ共にスプレーでいたずら書きされる。アメリカ、マジでそうなりそうだから困る。アメリカ、インドとスリランカのデコトラを思い出す。神話の神や木彫りの彫刻が飾られてるんだ。オーストラリア、27歳。すごく興味深い。日本に関して面白いと思うことの一つは、芸術が日常生活と結びついていることなんだ。アメリカ、78歳。そう言われて日本の漁船を思ったよ。色鮮やかなにペイントされてるんだ。彼らのそういった面は仕事は楽しいものなんだってことを我々に思い出させてくれるね。オーストラリア、31歳。おかげで素晴らしい動画と巡り会えた。でもあの装飾は事故にあった時に彼を守ってくれるって。むしろあれらのせいで事故りそうな気がするんだが。日本はやっぱ稀有な国だね。イギリス、36歳。日本にいた頃一度も見たことなかったな。フィリピンのジープニーを思い出したよ。アメリカ、あの S さんは独学なの？びっくりするくらい才能豊かな人だな。アメリカ、アメリカにはバイクをカスタマイズする人が、そして日本にはトラックをカスタマイズする人がいるんだな。ゴーゴーゴー。日本、ロシア、軍歌の足音が聞こえてきそうなのがあった。国籍不明。和王、俺は日本の車に乗ってるんだけど、すべての日本製品の品質の高さに惚れ込んでるよ。日本製ってだけで買っちゃうもんね。ブルガリア、24歳。映画トラック野郎のテーマソングを使ってるのが最高。アメリカ、29歳。どれも本当にクールだよ。シャンデリアが最高だね。だってトラックの中にシャンデリアだぞ。アメリカ、30歳。
和王、素敵な装飾。韓国のシンプルなトラックは吹っ飛ばされちゃうわね。こっちの高速道路で日本のトラックを見るのが大好きなの。見てて楽しいし、全部キラキラなんだもん。韓国、26歳。うおー。金属の割合がものすごいな。綺麗に保つために、毎月かなりのお金がかかりそうだ。かなりの収入を稼いでるに違いないな、ウズベキスタン。なんだかトランスフォーマーみたいだな、アメリカ、26歳。娘さんのセレーン姫を見てみたい。しかし、この家族はデコトラの大ファンなんだね。超クールじゃん。シンガポール。クールすぎるにも程があんだろ。オーストリア、29歳。あの運転手の奥さん的には嬉しいことではないと思うんだが。アメリカ、26歳。見た目は本当に奇妙だけど、それでも興味深い。自分で運転したくも待たないわけだけども。ドイツ、27歳。デコった日本のトラック持ってたら誇らしいだろうな。俺は、日本のトラックが大好きだから。これも、日本の文化の一要素だと思ってるからね。そして、これに対して悪く言う必要はない。誰かも、君の趣味に対して、もっと悪く言ってるかもよ。ロシア、18歳。これ見てると、パキスタンのデコトラを思い出す。国籍不明。個人的には、子供のようなファンタジーに対してじゃなく、もっと、自分の奥さんや娘さんに集中できるよう成長すべきだと思う。映像を見てる限りだけど、奥さんはすごくアンハッピーそうだし、子供は、もっと、自分に興味を持ってほしいと思ってそう。トラックにではなくてさ。オーストラリア、38歳。おお、かなり気に入ったよ。トラックじゃなくて、ハイエースでやってる日本人もいるのかな？シンガポール。趣味に没入している点に苦言を呈するコメントもありましたが、デコトラそれ自体は好評なようでした。しかし、アジア各国にもデコトラがあるとはちらなんだ。まあ、トラックの多くは会社持ちが多く、個人で所有するとなると、中古トラックでもかなりの金額で、それをデコるとなると、相当な金額になる。知る人も少なくなった映画トラック野郎の一番星号の勇姿は、今の物流の流れからは想像できないものであり、昭和の懐かしさが感じられる。実際に憧れてトラックドライバーになった方の中には、あの時代を懐かしく振り返っておられるので、わと、心が熱くなるような気分になった。どちらかといえば、カスタムカーに興味があったのだが、巨大なトラックに対する愛を持ち続けている方の情熱には、なんだかロマンを感じている自分がいた。